皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回は二陰の原因について紹介したいと思います。まずはじめに僕の簡単なプロフィールなんですが、現在11年目の理学療法士で、これまで整形科クリニック総合病院で THA、TK の方をたくさん見させていただいて、現在はまた整形科クリニックで勤務しております。これまで学会発表や論文を書かせていただいたり、またセミナーの講師などもやらせていただきました。また Twitter で分かりやすさっていうのをコンセプトに情報発信をしています。今回は二陰についてお話ししたいと思います。二陰はですね、やっぱり膝のいろいろな痛みの原因になるっていう風に言われてまして、まあ、特に前十字靭帯の損傷するリスクがすごい高かったりとか、あとは膝関節の前方の痛みの原因になるっていうようなことも言われてたりしますので、テラピストにとって二陰の患者さん見た時っていうのはやっぱりしっかり改善していかなきゃいけない状態だと思います。ただ二陰が実際こう生じてて、じゃあどうやって改善すればいいのかなってなかなか分かりにくかったりすると思いますので、実際に二陰が生じている方に対してどういったことを評価してどういう治療をしていけばいいのかっていうのを今日はお話しさせていただきますので、ぜひ最後までご覧になってください。二陰の原因いろいろあるとは思うんですけど、僕が特にすごく多いと思っているのが大腿骨の前面核の増加っていうものと、あともう一つは内側縦アーチの低下、この二つがものすごく原因としては多いかなっていうふうに考えています。まず大腿骨の前面核が増加するとなんで二陰が生じやすいかについてなんですが、これはですね、以前前面核について紹介させていただいた動画があるので、まあ、よろしかったらぜひそちらもご覧いただきたいんですが、大腿骨の前面核が増加しているっていう状態っていうのは、正常の場合と比べてお皿が正面を向いていたとしても、前面核が強い人の方が股関節は外旋位になっているっていうお話を前回の動画でさせていただきました。前面核が強い人はお皿が正面を向いている時に股関節が外旋位になっているっていうことは、股関節を中間位にするとお皿は内側を向くっていうことになります。なので大腿骨の前面核が強い人っていうのは、やっぱりなんか股関節を中間位にしようと思ってお皿を内側に向けて立ったり動きをする人が結構多いです。それでお皿が内側に向くと、やっぱり膝が内側を向くことになるので、二陰っていう形で膝が内側に入りやすくなります。なので大腿骨の前面核が強い人っていうのは、普通にこう歩いたりとか普通に動作をしているだけでも二陰が生じやすくなってるっていう状態っていう風に考えられますので、大腿骨の前面核が増加している人は、まあ、より二陰に気をつける必要があるっていう風に考えることができます。実際に大腿骨の前面核が増加している人に前面核を減らしましょうっていうことは我々セラピストはできないので、じゃあ実際にどうすればいいかっていうと、まず一つは大腿骨が内旋なるべくしないように股関節の外旋筋を鍛えていく必要があります。特に膝関節はこう伸展位の時っていうのはあんまりグラグラしないんですけど、膝が屈曲になった時っていうのは内反とか外反の不安定性っていうのは上がりますので、僕は特に股関節とか膝がこう例えばジャンプの着地とか立ち上がりとかそういった動作の時に二陰がなるべく起こらないように訓練していく必要があるっていうふうに思ってます。でここでちょっと股関節の話なんですけど、股関節が屈曲90度とか曲がってる時に足が内側に入らない筋肉としては内閉鎖筋と外閉鎖筋がものすごく大事になってきます。なんでこの2つの筋肉、内閉鎖筋と外閉鎖筋を鍛えるために訓練としては股関節屈曲伸展中間位でこのように外転するんではなくて、しっかり股関節が屈曲位の状態で外転したりとか、そういう訓練をやってってもらえるといいかなというふうに思ってます。まああとはやっぱりスポーツ動作の時に、あなたはやっぱり前面核が強いから、ジャンプの着地の時とかは絶対にお皿が正面向いて着地できるように練習していこうねっていうような動作の練習とか、そういったこともものすごく大事になってくるかなと思います。続いて2つ目、内側縦アーチの低下ですね。これは足の内側アーチが低下していると膝が内側の方にこう入りやすくなってしまいますので、内側アーチの低下と二陰の関係はやっぱり結構深いなと思います。これに関しましては、実際にどこのアーチの部分が潰れてるかによってどこのアーチを上げればいいかっていうのがちょっと変わってきますんで、それはちょっと評価がなかなか難しいところなんですけど、土踏まずの部分とかに何かパッドとかを当ててみて内側アーチを高くした状態で二陰が改善しやすいなっていうのが評価できるようだったら、そういうとことかにインソールのパッドとかを貼ってもらえるといいんじゃないかなと思います。まとめますと、二陰の原因になりやすいのは大腿骨の前面核が増加している人で、そういう人たちは大腿の内旋が入んないように気をつけたり、外旋
筋筋を鍛える必要がある。もう一つは内側縦アーチが低下しているっていうのが原因になりやすいので、それは結構インソールで対応していくといいんじゃないかなと思っています。今回は2位の原因について僕なりの考えを紹介させていただきました。何かわからないこととかリクエストありましたらコメント欄までよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。またツイッターもやってますのでフォローしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。僕のやっている整体でセラピストを募集しています。お客さん1人見てもらうたびに5000円の報酬をお支払いする形です。週1勤務の副業からでも応募することができます。技術研修もしっかりやっているので、技術を磨きたい方、収入を増やしたい方、自由な働き方がしたい方、少しでも興味があれば下の概要欄に LINE の URL を載せていますので、そちらにご登録していただければと思います。面談も随時受付中です。面談希望と送っていただければ日程を調整して面談もしていますので、気軽にご連絡ください。